ヤフーオークション出品中の CBX400F 外観右側の確認動画です、まずフロント周りからですが、フロントフォーク、特に気になるようなサビ出ておりません。オイル漏れ等もありません。アウターチューブ、こちらもとても綺麗です。フロントホイール、特に大きな打力図、曲がり歪みなどありません。ホイール、かなり綺麗な状態かと思われます。この年式のホイールで、これだけ綺麗なもの、なかなか珍しいと思います。フロントタイヤ、まだ、十分に溝残っております。フロントウィンカー、エンブレムなど、割れ等もありません。とても綺麗なものです。ヘッドライト、こちらはシビエタイプ、新品のヘッドライトを使用しておりますので、もちろんレンズ、割れや、くすみなどありません。ケース、リムなども、とても綺麗です。メーターカバー、気になるような割れ等ありません。ヘッドライト製、こちらは、新品のメッキのものを使用。メーターも、この通り、特に気になる割れ等はありません。タコメーター、タコメーターの針が、途中で折れてしまっているようで、続いて、外装の確認ですが、今回の車両新潟から、新潟ラインの、カラーは赤白となっております。外装タンク、もちろん、塗りたてのものを使用しておりますので、この通り、とても綺麗な状態です。フロントフェンダーも、割れかけとありません。ビートのメッシュフェンダーを使用。サイドカバーは、ビートのアルフィンサイドカバー、テールは、ビートの、テールカールを使用しております。外装一式、塗りたての外装を使用しておりますので、とても綺麗です。シートは、こちらも新品、タックロールシート、アンコの木の下でありますので、足つきもよく、非常に乗りやすい状態となっております。こちらはオイルクーラー、オイルクーラーも新品のものを使用しております。もちろん、ホース類メッシュ、こちらも新品となっております。マフラーは、中野製、中ガニ缶、こちらはステンレスのものを使用。ステンレス製なので、音は高音系、見た目の高級感もあり、かなり良い高級なマフラーとなっております。続いてエンジン周りですが、エンジン周り外観での確認、特に気になるようなオイル漏れ、ヘッド周りありません。シリンダー感、クランクとの合わせ目、こちらも、特に気になるようなオイル漏れありません。こちらのパッキンを見てもらえば、わかると思いますが、非常に綺麗なパッキン入っております。エンジンこちらまで一度開けて、調整した模様と思われます。
スターターカバーはビートのサイドビュー、こちらクラッチカバーは新品のメッキのものを使用しております。その他、ステップも、前後新品、リアは、フェンダーレス、こちらもメッキのフェンダーレス新品のものを使用しております。リアホイール、こちらも、とても綺麗です。特に気になる大きなガリ傷や曲がり、歪みなどありません。これだけ綺麗なホイール、なかなかホイールだけでも、見つけるのなかなかないと思います。リアもタイヤ溝、十分残っております。そのまま使用可能な状態かと思われます。以上、新品パーツ、外装塗り立ての外装や、新品パーツなど、多数盛り込んでおりますので、外観、非常に綺麗な状態かと思われます。以上、外観右側の確認動画でした。